ABEMA スペシャルチャンネル金曜日の夜9時は古舘伊知郎アワー。夜9時から9時半は古い日本の就活なんてぶっ壊してやろうじゃありませんか。学生たちが完全自由スタイルで高収入を狙う種々逆転型の就活バラエティキャリアドラフト。そして9時半から10時までは日本が克服していかなきゃいけない大問題ばっかり。パネリスト全員が経営者という日本への提言番組 4JAPAN。 学校の教育私は全然役に立ってないと思ってて日本の教育大丈夫かなと思っちゃうんだよね。先生に怒られる内容が納得がいかない。旧態依然とした日本の問題にメスを入れる日本に提言する金曜日古舘伊知郎アワー。お見逃しなく。